どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、感染拡大に伴う航空券特別対応解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。いやー、またね来てしまいましたね。 ANA、JAL ねともに特別対応が発表されておりますので、航空券ね変更キャンセルね検討されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。それではね、まず JAL からなんですけども、対象便はですね、大阪、伊丹、関西、神戸、田島、仙台発着便、期間は2021年の4月の5日から2021年5月の5日搭乗分までというふうになっておりまして、また東京、羽田、成田発着便ですね、2021年4月の12日から2021年5月の11日搭乗分というふうになっておりまして、またですね、沖縄、那覇ですね発着便、2021年4月の12日から2021年5月の5日搭乗分までっていう風になっております。でですね、特別対応の内容は変更払い戻し無料っていう風になっております。また変更の場合はですね、元々の出発予定日プラス30日、または航空券の有効期限がどちらか長い方っていう風になっておりますので、こちらはね覚えておいていただきたいなっていう風に思います。でですね、予約期限は予約便出発の20分前までね変更することが可能っていった形になります。で、変更自体はですね、 JAL の、ね、ウェブサイトから変更可能っていった形になります。でですね、払い戻しに関しても同様にね、予約便出発20分前までね利用することができるっていった形になります。でですね、手続きに関しては JAL のねウェブサイトでもできるっていった形になるわけなんですけども、公式サイトにはですね、お問い合わせ先っていうのが記載がねあるっていった形になりますんで、こちらの動画の概要欄にですね公式サイトね載せておきますので、もしねウェブサイトでやるのが不安ある方はですね、そちらから電話でね利用していただければなというふうに思っております。またですね、楽天トラベルとかヤフートラベルとかですね、旅行会社からね申し込みされた方に関してはですね、 JAL にね問い合わせるのではなくてですね、旅行会社の方にですね問い合わせねしていただきたいなというふうに思います。それでは次に ANA ですね。 ANA も JAL と同様にですね特別対応ね発表されておりまして、対象路線と搭乗日に関してはですね JAL と同様かなっていうふうに思っておりまして、こんな感じでですね対応が発表されております。でですね、4月10日から操作可能っていった形になっておりますんで、こちらねもう利用されたい方はですねキャンセル変更ねともに利用することができるっていった形になります。でですね、対象の航空券に関しては、国内特典航空券を含む国内線の航空券っていう風になっておりますんで、基本的に国内航空券であればですね利用することができるっていった形になります。またね、 ANA 以外の旅行会社でね購入された方はそちらにねお問い合わせ対応が必要になるっていった形になります。ということで ANA も JAL もですね、感染拡大に伴うね特別対応ということで、無料のね特別対応が発表されたっていう感じですね。いや本当にね残念ですね、こうなってしまってね。昨年からねこの特別対応っていうのはされたりされなかったりねずっとあるわけなんですけども、いや本当にね残念ですよね。まあ今後ねどうなっていくかわからないわけなんですけども、まあひとまずですね、この今回のね発表された期間に関しては変更もね払い戻しも無料でね利用することができるっていった形になっておりますので、まあ利用者側からするとですね、かなりありがたい対応だなっていうふうに思いますよね。でですね、ちょっとこちらはね行っていいか悩んだんですけども、今週の特旅マイルキャンペーンって今やってますよね。でですね、今回のこの特別対応発表されて、この特旅マイルで発券した航空券もこの特別対応ね適用っていった形になるんですよね。ちょっとね詳しく解説するのはねどうかなっていうふうに思いましたので、まあここまで言えばですねある程度の方ね分かると思いますので、今回のね特別対応で変更もね無料っていった形になっておりますんで、この後はですね察していただいて、自己判断でね利用していただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、こういった感じですね裏技的なね利用方法もできてしまいますので、まあゴールデンウィークとかでね、どうしてもね利用する機会があるっていう方はですね、この特旅マイルキャンペーンを使ってですね利用することもできなくはないっていった形になるんですよね。まあもしねどうしてもわからないっていう方であればですね、ツイッターなどね DM いただければ、まあ、お教えさせていただきますので、まあ、この点はね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。今回のはねちょっとね簡単にはなってしまったわけなんですけども、こんな感じでね終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。
私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。